それじゃいきますか、えー。2021年2月25日の雑談配信です。今日は、昨山チョコ太郎の話をします。いやー、幻のお菓子でさ、<laughs> このお菓子が美味しいですよって聞いてから、割とこう、いろんなところを探し歩いてるんですけど、いまだに出会えませんね。昨山チョコ太郎、一体どんなお菓子なんだろう。 まあ多分あの <laughs> 森永キャラメルみたいに食べたらああって感じになるんでしょうけどで今日はですねあのその佐山チョコ太郎探したんだけど佐山チョコ太郎が見つからなくて似たようなお菓子を買ってきまして、えー、まあジャンクお菓子と言いますか駄菓子屋お菓子みたいなのを買ってきましてねでチョコ太郎っての見つけてきました えーっと5個入って100円かななんかね、あのうまい棒のチョコレートコーティングしたやつあるでしょあのうまい棒を潰したみたいなお菓子、<laughs> ペターっと平べったいコーンにチョコがコーティングされてあるっていう、これチョコ太郎って言うんですよ。 桜山チョコ太郎じゃなくて、ただのチョコ太郎で、ピーナッツ入りっつって、なんか、こんなピーナッツのキャラクターが書いてあるんだけど、どっちが元祖なんだろうと思いまして、これがあってきて、であと、なんだ、ペソトと言われたらルーブル、たらつきさん、こんばんは。あとですね、リスカっていうメーカー。 の、えー、チョコモナカっていうのを買ってきて、チョコ三昧ですよ。これはビックリマンチョコの、あの、ちょっとでかいようなやつで、ね、ウェーハースがモナカになってるやつですね。中にこう、うん、ウェーハースチョコの,の、あの、なんかふわっとしたチョコレートが入ってるやつ。 なんかねサクサクチョコレートいっぱい買ってきましたあとえっ、ー、とこれはヨーランんこれなんてメーカーなのチョコケーキっていうのも買,買いました五十円で売ってるやつでなんか二枚入りのチョコパイみたいなのが 入ってるやつ <laughs> どれもどれも咲山チョコ太郎じゃないんです <laughs> だから僕は本当とサクチョコ太郎に会うためにいろんないらないチョコレート買ってるんじゃないかなと思ってですね <laughs> 普段僕はあのハート型のチョコビスっていうチョコビスケットが美味しいなと思って食べてんですけど食べ慣れないチョコレート菓子食べるとあれですねやっぱ これはチョコなのかって思ったりとかするちょ。チョコを見失ってしまいますね。自分の好きなこの甘いミルクチョコレートの風味と違う感じが楽しめたりとかしますんで。えー、ビッグサンダーとかね。ありますけど、なんだろうね。どれが本物なのかなって。どれがチョコ太郎。本物を知らないからさ。夜山チョコ太郎にだけ会えてないから。 噂のザ山ヤ子チョコ太郎が本当はどんな味なのか知りたいなと思いながら、えー、この3種類のチョコレートをちびちびとどれもちびちびと食べてあの全部食べると1個でお腹いっぱいになっちゃうからさでまたピッとこう封をしてねまた明日以降楽しもうかなと思っておりました。いやーでも 結局本命には出会えないんだなって思ってね <laughs> まあ出会う必要もないのかもしれないですけどじゃあちょっとした日常の楽しみとしてはいいものに出会ったななんて思います夜山チョコ太郎 <laughs> またちょっとしばらくこの作山とチョコ太郎食べるまでは死ねないなと思いましたんで多少なりとも人生の喜びをもっと良かったなと思った えー、結末でありましたありがとうございました <laughs> 今日良かったことはこれくらいですね、えー、面白かったです、えー、どれもやっぱりこう100円以下で買えるお菓子のまあこんな味だよねっていう感じの味であの格段人に勧めたいお菓子でもないんですが、えー、一応こう周りから潰すという感じではね いいいいものを食べたんではないかなかと思いました、ね、えー、今日の晩ごはんは鮭の塩焼きを食べたんですけどあの鮭は本当昔に比べてあの塩辛くなくなったというか昔はね保存の方法があんまりなかったから塩漬けにして超しょっぱい鮭にして。 流通させてたんですけど今冷蔵庫あるしね冷凍で何本でも保存できるしっていうのもあって鮭本来のうまみというかまあもともと鮭は味が強い魚ではありますけど美味しくいただきましたねこんなこんな料理が食べれるのはいつまでかなと思ったりとかしてます物価が上がるっつってあの今度はおそばが高くなるんだって そば粉をロシアから輸入してるんですって日本はでそのロシアのそば粉が高くなっちゃったからあおそばが値上がりするっていう話をしたんですはいああはい,い,いでそれはまあしょうがない 3DS って何年ぐらいに発売したんだっけ 震災の前の1年前か。ってことは、2009年か2010年に発売して、それで2021年に、まあ、修理の受付終了ってことは、まあ、頑張ったよね。偉いなと思いますよ。ああ <laughs>、ニンテンドー、最近年取ったから、その感覚として、そのサービス10年続くっていうことが、あの、ね、売れ、売ったり終わったりするやつのサービスが、なんか、 昔のファミコンとかだとさファミコンブームは3年ぐらいで終わるわけですけどその後プレステが発売されるぐらいまでずっとファミコンの修理任天堂やってたとかさ、あのー、聞くとうわーって思ってさそれよりは短いかなって思うけどやっぱ10年商品のサービスをやってるってすごいことですから、あのー、お疲れ様でしたっていう感じですね。 素晴らしい 3DS と w i i u は本当にもろにそういう打撃を受けたりとかしましたからね震災で物売れねえとか CM 打てないっつってねあ,あの自分に CM 打つとあの不謹慎だとか言われましたから。 まあもともとあのでっかいコントローラーで遊べっつのも無理があるわけで w i i u が売れないのはしょうがないかなと思ったりはしますけど <laughs> あの, <laughs> あのうん 3DS の修理ね終わるっていうのは、まあ、宿命ですしあのほら逆に言うとその あのゲームソフトじゃないけど携帯電話の iPhone ねアップルがサービスする iPhone なんつうのはあの2年だけなんだよねそのだから2世代前の iPhone までは修理とか対応しますけど3年目に2年過ぎたらあの iPhone はその修理とかサービスの規格外になっちゃうんですよね。な たった2年で、えー、そんな携帯電話の,そのメンテナンスとかサービス終了しちゃうところに比べたら、任天堂の10年以上こうサービス続けたっていうのは大したもんなんじゃないかなと思うんですけど、いかがですか、えー、僕はそのように思いますよ。でも 3DS で遊びたいゲームで僕、メトロイドのリメイクのサムス・リターンズは、 本当にそのニンテンドー 3DS 後期に、うん、後半に出されたソフトでさあれはもっと利用者が増えればいいと思うからなんとかニンテンドースイッチに移植をしてですねでディアブローすブロあーすごいねそれはすごいね MMO はすごいよね MMORPG って言われるジャンルは息が長いよね まあ息が長い分だけ他のメーカーがどんどんサービスを終了するっていうこともあるんですけどあ,ーあの一応その本体のメンテナンスとゲームの、ね、サービスのメンテナンスはまたちょっと違う部分もあるので、まあ、サーバーのメンテナンスはある意味機械のメンテナンスですからあのそ,うそういう物理的なものも多少あるだろうけど。 ゲーム機本体を壊れたから直してつって、分かりましたつって直すのとはちょっとわけが違うかなと思ったりはします。まあそれで言うとね、相変わらずファイナルファンタジー14はずっとサービス続いてるわけで、11もまだやってんだっけなんとまあっていう感じはいたしますね。あのー、本当、息の長いやつはすごいなあなんていうふうに思ったりとかします。 まあね形を変えてデモンズソウルが今 PS5 でやってるっていうのもあるけどいつかオンラインサービスっていうのはね終わるものですからいつかは終わるものですから <laughs> <laughs> あまあそんな中で続いてるのは偉いなと思いますまあそんだけユーザーがいるもしくはまあその作ってる会社が根性で続けてるっていうどっちかだと思いますけど ディアブロはすごいねそういう意味ではねまだディアブロの名前を耳にできるってすごい幸せなことだなと思いますねえねゲームの会社もどんどんはい <laughs> あそうそれはどうだろう人気になるのかなみんな 別にリメイクは求めてないんじゃないかと僕は思うんですけどあのどこまでもこう真相に潜っていって遊ぶのが楽しいゲームですから別にグラフィックが向上したりとかすることは別に誰も望んでないような気はするんですけどまあまああれですねディアブロファンからするとあ気になるとこなんでしょうね僕は割と最近もうリメイクは否定派であるので でもゲームっていうのは常にハードが移り変わるからハードが移り変わるごとに移植としてねリメイクでそのタイトルを延命させるっていう方法は正しくもあるしそうじゃないと新規ユーザーが獲得できないってこともあるのである意味リメイクはゲームの宿命であるなとは思いつつやっぱりどうしたってその初代のゲーム性とかその当時のサービスとか倫理基準とか。 いうものを、ね、新しい時代にそのまま持ち越せないのであのなんだろうねあのどんどん多作になっていってしまうあとはそのさシリーズが多作になってしまうと一つの、ね、ドラクエ5なんかたいろんなジャンルで出てるからプレステ版ドラクエ5なのかそれとも 3DS 版ドラクエ5なのかスマホ版ドラクエ5なのかっていうのでさ。 そ,それによって遊んだ人の感触は全て違うわけでであればそ,そこまでいくとやっぱ原初ですよね原点といわれるものが必要になるんですけどでももうねその今まるっきり同じように原点に変えたものを出そうとすると表現の規制がかかってしまったりとかするのでやっぱ難しいよなと思ったりします。 ドラクエイ5のあの奴隷時代のこ子供が奴隷で働かされてるシーンとかさ今の時代本当に出していいのかっていうところに来てると思うんですよね、うん、で,でもあのシーンがないとドラゴンクエストのその主人公の人生のその,あの恵まれていない時代っていうのを描ききるのは難しいわけでさあの そ,それはやっぱりあのでもしょうがないなと思うんですよあの。それを一つの時代の大パーツとして残すか全然考えてもこのストーリーリはひど,いよ、ねはい、ひどいよ。不幸で最後に花火上がったぐらいじゃ報われないんだよ、あの,子あの人たちは。<laughs> う生きてるだけで事件に巻き込まれる人ですからね。 ビ,ビ,ビアンカとフローラとサボエラだっけザボエラだっけあの人たちは結婚したらすぐにモンスターにさらわれて石にされてしまうしね。石 <laughs> にされて何十年か経って、ね、あの自分たちの子,子供がね生まれたと思ったらもう成長して楽しい。 赤ん坊の可愛くて楽しい時間を2人とも一緒に過ごせないんですよね。両親ともどもね。なんて不幸だって思うんですけどね。ぬわーなんつってね <laughs>、まあ。ゲームの話が今、3DS とディアブロとドラクエで 3, 3つありましたけど、まあ。みんなやっぱゲーム好きですよね。テレビゲームね。あいいことだと思います。テレビは。 テレビゲームは迷惑かける人いないから昔はね今にしかテレビがない時はゲームする時間は1時間だけに決められてて夜こっそりこうゲーム出してきて、えー、テレビにイヤホンさして、えー、それで「セイントセイヤ黄金伝説」とかやったもんですけど <laughs> 今はねお子さんに一家に1台じゃなくて 一部屋に一台ぐらいテレビがありますからね。あのー、ゲームやるのに自分の部屋に行ってやるとかあ、そういうことができる時代ですからね。そしたらもう誰に迷惑かけるわけでもな、ね、い。夕飯の時間に呼ばれても行かないぐらいの迷惑があるぐらいで <laughs>、いい時代になりましたね。それこそ任天堂 t e n d Switch は手元で遊べたりもするし。 スマートフォン持ってればそれでゲームできるんだしそれでいいんじゃないかなっていうふうに思ったりとかしますなディアブロの話もねありがとうございます本当あ。僕はまあディアブロは手出してないんですけど割とねその仕事先の人がディアブロやってたりとかするのでねあお話には聞いておりますよ あのああいろいろ楽しいらしくて。はあ、あ,あ,あとゲームの話題で振られてないけど申し訳ないけど「バルハラ」うんあ,あの北欧神話をベースにしたゲームが同時接続50万人だっつって全然知らないゲームだったんですけど。 へえなんて思ったりとかいたしました。そんなにみんな北欧神話好きなんですかバヴァルキリーとオーディン大好きですかすげえなぁと思ってね。も僕が知ってると人がもうなんかプレイ時間50時間超えてるとかつって、へーなんて思ったりとかしてました。へーって <laughs> あの。やらないけど、僕 Steam のセールで みんなに勧められたゲームをもう買っちゃったからそっちを遊ぶ方からやらないとなと思ったりね、はい、ああじゃあ好きに遊べとまあオープンワールドのゲームだしそ,そっちの方が自然だろうってことなのかもしんないねそもそもチュートリアルが必要なゲームって何だよって僕最近思ったりとかしてるので あのうまいことゲームに組み込ん、はい、勧められたゲーム買いました、ああ、あのね、お相撲のゲームだけはあれ、気の迷いだなと思って、お相撲のゲーム買わなかったけど、あの、見ながら勧められたゲームで、高くないやつの,あのデトロイトシティとかから買わなくて、1000円割ってるやつは買いましたよ。<laughs> あ,ありがとうございます本当に素晴らしいゲームをいろいろ教えていただいて良かったなと思ってますよあ,ありがとうございますいやだからさまあそ,その代わり「デス・ストランディング」買わなかったしあのー「スター・ウォーズ」の「ダークソウル」みたいなやつ買わなかったけどみ,みんなから勧められた方で高くないやつは買いましたよ あ本7000円とかのやつは無理だからさあじゃあちょっと安めのやつをか買いましたありがとうございますローション侍もちゃんと買ったか、はい、いや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 あれはダメださすがに <laughs> 動画で大いに笑いましたけどあれ自分で買って遊びたいかっつったらそら別の話だからあれ,あれローション侍ほんとただのしゃさあ そのキャラクターの名前だと思ってたんですよ何かのゲームにローション侍っていう、うん、ふざけた名前のキャラが出てんのかと思ったら後で調べたら本当に売ってあって700円って書いてあって高えって思っちゃったからこれで700円は取られたくねえと思ってこの,こ,のこのローション侍作った人調子に乗らせちゃダメだなと思ったんで。 まあでも今、その、ゲーム過渡期ですから、まあローション侍の話から、あの、流れ変えるのどうかなと思うんですけど、あの、ほら、M1 グランプリで優勝した、えっと、キングクリムゾンじゃなくてなんだっけ、優勝した人のさ、あの、片割れの人がゲーム作っててさ、 てっかちゃんだよとかっていうやつのゲーム作ってる人ね。マジカルラブリーああ、そうそう、マジカルラ,ラブリー。ー僕、なんて言ったハルマゲドンかなんか変なこと言,言ってるような気がする。自分で言ったのももう忘れちゃった。マジカルラブリーのなんとかさんっていう人がね。ああ、僕、キングクリムゾンっつったのか。ああ、そうですか。<laughs> 僕、本当、アルツハイマーなんじゃないかなと思いますけど。 まあ、とにかくゲーム作ってんですよ。自作ゲーム。ホットスープスプリプトだっけであの、作るゲームねあの。日本人が作ったゲーム,せゲーム作る専用の Windows で走るゲームの専用のゲームスクリプトがあって。で、割と作りやすいんですよ。ゲームが。で、それでこう、ブロック崩しとか、アクションゲームとか作ってて。 でまあ、それをお笑いのネタにしたりとかしてたんだけど、それが M−1 優勝したっつってさ、これは話題だっつってさ、任天堂スイッチで発売されるんですよ、クソゲーが。<laughs> だからみんな別にクソゲーでもいいんだろうなとは多少思うんですよ、今、ローション侍を調子づかせちゃいけないって話から、はっと思い出したけど。 みんな別にそんなゲーム性の高いものが遊びたいわけじゃなくてあのやっぱ話題のものをちょっとね遊んでみたいとかさ、うん、もう明らかにクソゲーだって分かってるマジカルラブリーの,あの,そのクソゲーであることが面白いわけでしょちょっとしたアイディアがあのほ他の人と違ってる見せ方であったりとかっていうのを楽しみたいっていうのでそれで1300円ぐらい落とすんだから。 じゃあい,いいかっていうところもあるけど僕はそういう人じゃないのであのバカバカしいゲームはですねシーマンで僕が終わってるのであのすいませんやっぱりゲーム性の高いものがいいなと思ってさあの働く UFO とかさあのそうそれでいいそ,それくらいゲーム性がないと困るわけでーいや難しいっすよ。あのあ なんかかそのように思ったたりとかいたしますゲームの話はやっぱなんだろうね僕も好きだから盛り上がりますし皆さんもゲームが好きだから何かしらこうあるんだろうなとは思いますけどねまあ難しいでまあ僕は今ほら <laughs> アクションゲームを作ってるよっつってさやってんだけどねあの今は YouTube とかでそのゲームの スタートから終わりまでをこう動画にしてる2時間ぐらいの動画があるんですけどそれを倍速で見るのが最近の僕のあートレンドでまあ、その分映画とか見れなくなってるんですけど今日ねあのコントラコントラコントラメガドライブ版のコントラっていうやつの動画見たんですよいやー感心しましてねだから もう,もう30年前ですよあメガドライブといえばね30年前に作れられたゲームなんだけどあのアクションゲームの基本というか横スクロールアクションでやれることって実はもう30年前にほぼやり尽くされてんだなっていうのでまあ当時のコナミすごいなっていうのもあるんですけどコ,コントラのそのあコントラハードコアっていう。 ゲーム見たのまあクリアまで1時間ちょっとのゲームなんですけどあのまあグラフィックはそれこそメガドライブっぽいグラフィックなんだけどその一個一個のアクションゲームがですねあの普通にキャラクターがぴょんぴょん飛ぶだけじゃなくてコントラっていうのはこうヘリコプターの下にこう捕まってさプレイヤーがこう捕まってさ捕まりながらこう銃をぶっ放したりとか 壁によじ登ってこのよじ登ったところで敵と戦ったりとかするのよ。ババババーっってて弾をってつまりシチュエーションを演出するためにコントロールというゲームには実は横スクロールの基本よりもその地形にどうやって貼り付くかそしてその貼り付いたか形での戦い方っていうのをどういうふうに 作り上げるかっていうそれをハイスピードアクションゲームの中でやってんだなぁと思ってねほいで出てくる時はみんな多関節のドットでやねあのポリゴンじゃない時代のゲームだからその何だろう関節をそれぞれ動かしてそれが人の姿に見えるように多関節のキャラクターとして作られてんだけど、うん、まあそれが。 うわこれ、これ動かすのめんどくさそうだなっていうこれをプログラムでやるのは非常にめんどくせえよなというようなことのオンパレードでですねでもそういう技術的にこういうことができるんですよということをあの最先端でやってたんだろうなってだからこそその時代日本のゲームっていうのははい。 プリンスオブペルシャの動きがすごい。で、プリンス・オブ・ペルシャは最初にこれ、主人公があのどれだけ動けるかっていう制限を決めて迷路を作ってるわけですけど、うん、コ,コントラの場合は多分、アイディアを全部あのアクションゲームの一つに放り込むっていう手法なんだよね。だから多分ス 一個一個のステージとシチュエーションを考えた上でゲームを作ってるっていうので実はそのペルシャとコントラはゲームの作り方は全く違うんですけど、うん、ちょ両方すごいゲームですよね素晴らしいなと思っていやーすげえなーと思ってでこれを今僕が再現しようとしてんだなと思うとそは難しいわなと思ったりはしてます。 いまだにあのむちを八方向に振り回す方法がうまい方法が見つからなくてね四苦八苦してますね。キャラクターをまず自由自在に動かせるところから面白いアクションゲームができると僕は思っているのででその今ねアンリアルエンジンで作ってるんだけど何が困るかっていうと。 アクションゲームの基本ってそのキャラクターが前に攻撃をするわけですよ。ずさっとこう毛を。この一方向にしか攻撃が。アタックは TTACK か。ね。ここにしか攻撃が出ないわけ。で、これがコンボで1、2、3と。 3連撃できますよっていうようなチュートリアルはすごいいっぱいあるんだけどキャラクターを、うん、四方八方にこうたその狙いを定めてあっちにもこっちにも攻撃ができるっていうふうなことになると途端にその少なくなるのチュートリアルが <laughs> だから あの僕がやりたいことっていうのは本当に英語の,の方で検索するしかなくてさそれがまた一世代前のアンリアルエンジンの作り方だったりとかして リープとかいうリープローテーションとかいうプログラムがないと動かないって言ってさそれはバージョン2.4で終わってますよとかって言われてさ僕使ってんの2.5だからなとかこ今度2.6導入する予定だからなとか思ってたら使えない <laughs> あのチップスが使えないとか古いとかういう風になってね今トレンドのゲームの作り方しか 基本的ににチュートリアルにないのであのだからそれで言うとそ,そこでコントラを見るとやっぱすげえなーと思うわけですよ失われた技術で作ってんだけどあのあもう全方向8方向に攻撃ができるとかあー壁につかまりながら敵に攻撃ができるとかっていうアイディアを全部形にしてかつ多関節キャラクターが出てくるという。 やっ,ぱやっぱすごいんだなってプログラマーってすごいんだなっていうのをちょっとね思ったんですよねこれ難しいんですよ、うん、<あの> <laughs> だから僕は紙芸作るとかって言ってる人のことはあんまりあんまそれは紙芸にならねえんじゃねえかと思うんですけどまあでもね人間はバカだから宣伝次第でうん売れればもうそれは正義なわけですからね、うん そうなんだなあなんんだて思ったりとかし僕が思う神ゲーじゃないなあと思ったりとかしてじゃあ僕は僕で僕が信じる形の神ゲーの方をまあ歩みが遅くても作っていこうかなあと思ったりとかしてでこの配信する前にあれですよゲーム作ってる中でさゲームの一時停止ボタンを押したらピロリローンってなってゲームが止まるっていうプログラムをいよいよ作ろうとしてさ でチュートリアル通りに作ったらさあのゲームは止まるんだけどピタッて止まるんだけどピロリロリンって音が鳴らないんですよ <laughs> ゲームを止めるっていう命令は音楽とかその、うん、動いてるポリゴン世界の全ての動きを止めてくれるんだけどあのそうすると音を鳴らすという機能自体も止まってしまうからピロリロンが鳴らないんですよ。 だからボタンを押すとピッて止まって <laughs> あれってピロリ論がならないと思って <laughs> どうしようって今思ってるところですねいやーだから用意してあるものでこうすればゲームのポーズを作れますよっていうお手本はあるんだけどそのお手本だけだとやっぱ 僕がその懐かしんだり自分が遊びたいというく世界観の構築にはやっぱり1個1手2手足りなかったりとかして、えー、その辺がまたですね、えー、楽しく回りあすぐできねえなと思ってね思いついたら思いついたらこんなちょっとしたことぐらいできろよって思うようなこのに非常につまずいてるところとかねはあと思ったりとかします。 だからマジカルラブリーの人が作ったねゲームがねいかにクソゲーだろうとあのやっぱ完成させるだけすごいんだよな,なんて思ったりとかしながらまあ日々楽しく生きておりますいやーまあね辛いことはいっぱいあるけどまあそんな中で楽しいことも見つけてるしチョコ山マ朔太郎を探すのも楽しいしゲーム作るのも楽しいし。 まあ配信でねあの、お互いに傷つかない程度にお話をこうするのも楽しいですしね。